皆さんこんにちは。日本聖書協会の飯島です。聖書に聞くコロナ時代を生きるためにと題してオンラインインタビューをお届けしています。今回は佐藤優子先生へのインタビュー第2回です。聖書と日本文学についてお話を伺いました。先生は御書と歴史書という旧約聖書の中でもうかなりの分量の翻訳に関わられたんですけれども、文学研究者のお立場から担当された御書歴史書について何かお感じになったことはございますか？そうですね、私が担当した旧約聖書の御書歴史書はユダヤの国民文学とも言われているものなんですけれども、本当に振り返ってみて旧約聖書においては人間が神様に今直面している苦しみについて、ユダヤの民が今直面している苦しみについて、これはなぜなのですかと問いかけて、神様がその問いに対して物語で答えるという和形になっています。で、私たち人間はこれは文学の理論の本当に基本的なところでもあるんですけれども、私たち人間は何が原因でこのような事態が起こったのか、コーザリティ、これ文学理論でコーザリティ、ビコーズのコーズを変形させたコーザリティという因果関係、因果律に思いを向けることで現実を受け入れようとするわけです。で、これは文学理論のナラティブ、語りですね。ナレーターとかスピーカーとかも現代でも言いますけれども、そのナラティブ、どのように語るかということの基本要素で、夏目漱石も東京帝国大学ので講義をしていて、それをまとめた講義録の文学論の中でも指摘しているんですけれども、物語というのは因果律を軸としてプロットを組み立てていくことなんですね。で、因果律を見ようとする、あるいは因果律が存在すると考えるのは、人間が世界を理解し受け入れるための自然な反応なんです。物語は人間にとって不可解でランダムな世界を因果律によって再構成しようとする試みでもあると言えるんですね。今回のコロナウイルス蔓延の事態もそうですよね。ウイルスは人を選ばない。なのでいつ誰が感染するかわからないし、神様なぜ私なんですか、あるいはなぜ私の家族だったんですかっていう時に、この本当に繰り返しになっちゃいますけど、不可解でランダムなこの世界をどうやって受け入れていくのか、そのために物語が必要であるというふうにして、文学理論では結論付けていくんですけれども、やはりその最も古い例が聖書であるということを今回の翻訳で再認識した次第です。聖書はクリスチャンにとってはもちろん信仰の書なんですけれども、古典文学として見るとまた違った捉え方ができるっていうのを、先生のお話から少し感じることができました。先生のご専門の近代の日本文学と、聖書の話題に移らせていただきます。1887年の文語訳の完成によって初めて旧新約全書が日本語で読めるようになりました。聖書が日本の近代文学、その作者や作品に与えた影響についてお話しいただけますでしょうか？はい、まず森鴎外、夏目漱石、芥川龍之介、太宰治の順でキリスト教、そして聖書との関係についてお話ししたいと思います。で、森鴎外はかのようにという作品の中であるかのようにという、これ複合語なんで複合字っていうんですかね、助詞が2つに助動詞というかのようにという作品があるんですが、このかのようにという作品の中で実在する神学者、ドイツの神学者なんですけれども、アドルフ・フォン・ハルナックの神学について言及しています。今も申し上げましたが、ハルナックはドイツの自由主義神学の中心人物で、第一次世界大戦の折にドイツ皇帝ウィルヘルム2世によるドイツ国民に対する参戦へのメッセージというのがあるんですが、その草稿の
原稿ですね、その草稿作成に加わり、戦争を肯定する93人の知識人宣言にも署名した人物なんです。外は作中、ドイツに遊学、勉強にというか、知識を広める遊学ですね。遊学している五条子爵の息子、五条秀麿が父に宛てた手紙の中で、ウィルヘルム2世とハルナックの君臣の関係、君臣関係は、皇帝が学者を信用し、学者が献身的態度を持って学術界に貢献しながら、同時に国の君国の用をなすという方面から見ると、とても模範的であると語らせているんですね。で、政治と宗教の関係性について言及しているんです。で、このかのようにという作品、キリスト教ではなくて歴史、神話、それから日本の神道ですよね、との関わりとか、現実がいかに虚構に満ちているかというのを、このかのようにという言葉で示しています。あたかもってつけてはいけないのかもしれませんが、神様がいるかのようにとか、例えば経済現象でいけば、紙幣があたかもそれだけの価値があるかのようにとかですね、もう特に物語の最後は、このかのようにの連発で、いかに現実が虚構に満ちているかということを示していて、かなりスリリングな内容になっています。次に、夏目漱石と聖書の関わりを考えるとき、漱石は英文学者ですので、英文学研究の基本的知識として、これ聖書の知識がないと外国文学は読めないんですね。なので、英文学研究の基本的知識として必要に促されて、学生時代に少なくとも一度は聖書に目を通したであろうとされているのですけれども、それまで漱石が親しんでいた禅に関する書物などと同等の宗教書として聖書を読むようになったのが、イギリス留学ですね。1900年、ちょうど明治33年に留学先のイギリスに向かう船上、船の上であったとされています。漱石は1900年の9月8日に横浜から、プロイセン号という船に乗船します。その船の上で熊本第五高等学校時代に知り合った宣教師、ミス・グレイス・ノットという女性の母親、ミセス・メアリー・ノットと偶然出会っています。それが10月4日のことです。この時、このミセス・ノット、ノット夫人は漱石に一冊の聖書を送ります。プレゼントするんですね。で、現在東北大学の附属図書館漱石文庫に所蔵されていますけれども、革表紙で、小口に金箔のついた A5 版の大きさの聖書で、いわゆるリバイズドバージョン、改訂標準訳聖書というんですか、リバイズドバージョンと呼ばれているものです。この聖書には漱石が幾度も目を通した痕跡、書き込みとか傍線が数多く残されていまして、この聖書はイギリス留学中のみならず、帰国後も東京帝国大学での英文学の講義のためにも利用されています。それから漱石のキリスト教に関する言及というのをまとめて読めるのが、先ほどもお話ししましたけれども、東京帝国大学での講義録文学論、これの第1編第3章にかなりまとめてキリスト教と人間の関わりについて漱石述べています。この中で漱石はキリスト教の神について、神が西洋のどの時代にあっても人々の拠り所であると同時に、無限、絶対を示す究極の記号でもあるというわけです。外も過激でしたけれども、漱石もよくわかっている。つまり記号というのは、名前はあるけれども実態を確認できないものだということなんですけれども、そのようにとてもクールに論理的にまとめているんですね。やはり信仰者ではないというのが2人ともの言説からわかるわけですけれども、さらに漱石はイエス・キリストについて、取りも直さず有限の世から無限の界に進む架け橋だという表現をしています。
ですからとても正しく鴎外にしても、まあ、特に漱石はこの辺りをとても丁寧に東京帝国大学の学生に講義をしていたんですけれども、本当に鴎外が本当にクールで切り捨てていたのに対して、漱石は古代から現代に至るまで人間の人生において苦しみを救済する手段として、まあ、キリスト教を捉えているんですね。で、信仰するものとそうでないものってことをとても明らかに分けていて、私はやはりすごくきちっとした理解を、正しい理解をしていたのだなと思います。さらにですね、漱石は三四郎、門、荒人、道草、明暗の中で聖書の文言っていうのを繰り返し引用しているんです。で、芥川龍之介も同様で、まあ、芥川が自殺した時にその死の枕辺に聖書が置かれていたということはあまりにも有名なんですけれども、やはりたくさん の, いわゆるキリシタンものと呼ばれる作品を残しています。挙げてみると、タバコと悪魔、それからさまよえるユダヤ人、宝教人の死、キリストフォロ商人伝、国威聖母、南京のキリスト、神々の微笑、お銀、糸女覚書、西方の人、俗西方の人などの一連の、まあ、キリシタンものと呼ばれる作品群があることも皆さん周知のところではないかと思います。それからですね、聖書一巻によりて日本の文学史はかつてなきほどの鮮明さを持てはっきりと二分されていると、ちょっとかっこいいことを語ったのが太宰治なんです。聖書一巻によって日本の文学史ってくっきりと二分されると、まあ言ったんですね。これヒューマンロストという中に語っています。その生涯にわたって、その生涯3度にわたって、まあ、聖書との関わりがあるとされているんですが、1度目が1936年、昭和11年に入社試験に落ちるんです。宮古新聞という新聞社の入社試験に落ちて、鎌倉で首吊り自殺を図って失敗した時に、内村鑑三随筆集と出会って、そこで集中的に読んでいます。それから2度目は長女の園子さんが誕生した時、ですね、1941年に塚本寅次牧師の聖書知識の講読というのを開始しています。で、3度目が敗戦の翌年1946年になります。で、これが聖書からの引用とか、あとキリスト教がテーマの作品も狂言の神とか、ヒューマンロスト、女性我慢、駆け込み訴え、正義と美少、斜陽などがキリスト教に触れている作品として挙げられるかと思います。まあ、近代の日本の作家たちが欧米の文化や社会、思想や倫理の支柱であるキリスト教や聖書ですね、に対して、まあ、真摯に向き合っていたということが感じられて、まあ、私も作家たちの書いた本を改めて読んでみたいなと思いました。最後まで見てくださってありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。Twitter、Facebook もやっています。今後のイベントの詳細についてはこちらでもお知らせしていく予定ですので、フォローいただければ幸いです。